9月最後の J1 リーグです。唯一のミッドウィーク開催、2021明治安田生命 J1 リーグ第28節、川崎フロンターレとヴィッセル神戸の一戦もお送りします。キーパーチョンソンリョン、山根、ジェジエウ、谷口、上里、中盤アンカーに立花田、脇坂、旗手、前線はレアンドロ・ダミアン、ワイドに家永とマルシーニョというメンバーです。神戸です。ゴールキーパー飯倉、酒井、菊池、フェルマーレン、ハッセ、中盤大崎のパートナー、今日サンペールはサブにも入っておりません。前橋育英高校出身のルーキー19歳桜井、 J 先発デビューになります。武藤、イニエスタ、中坂、最前線大迫というメンバーです。同サイド左で流れています家永、上里の入れ替わってシュートに行く、中確認、ダミアンもいましたがキーパーを少し狙いました、はい、旗手、ハッセです。後ろにサポート大崎、横でイニエスタ、浮かせて縦パス大迫、体を入れます。ジェジエとマッチアップ、キープからラストパス、神戸先制、大迫を貯めて最後武藤、これは見事でしたね。体の向きからいうと神戸ですと、右の方にイニエスタ出しそうかなというふうには見えるんですけども、完成試合でしっかり捉えたところの大迫にボールは出して、あとはやっぱりそれぞれの個人のプレーのレベルが高いですね、はい、走り出すタイミングも、キックのボールもこのコントロールしてからの細かいやっぱりキックフェイントを使いながら味方の走りを待ってますし、向こうも少し中から外側にもう一回逃げてボールを引き出すみたいなところうまかったですね。そうですね、素早くリスタートしてます。脇坂から家永、中を確認してます。横パス脇坂来る、倒れない、キープから左足コースを狙ったフィニッシュ、脇坂、パスミス、はい、前を向きます大迫、一旦右武藤、サポートのイニエスタ、足元ワンツーでイニエスタが来ました。ナイスキーパー、見事なアイコンタクト、イニエスタと大迫、飛んで止めて、やっぱりそうやってスピードが上がるんですよね。ですから川崎の選手からすると向かっていった結果、その後ろ側にうまくこう斜めの、ボールも使われながら入られてしまったんですが、キーパー素晴らしい攻めでしたね、はい、後半右エンドにホームフロンターレ、1点リード、神戸は左から右へと攻めていきます。旗手からサイドを取りましたマルシーニョ、入れ替わったレアンドロ・ダミアン、いや決まらない、最後は脇坂、テンポよくゲームに入りましたし、神戸のプレッシングを一つずつ外して深い位置取ってでフィニッシュまで持ってきましたね。その菊池、桜井、これはパスが流れた、拾って脇坂、立花だ、脇坂来ます、逆サイドを溜めてラインをコントロールして家永、ちょっとボールスピードが遅かった分ディフェンスの到達が間に合ってしまったんで、キーパーから準備ができる時間を得られましたね、その家永、マルシーニョ縦へ行きます、えぐってきた、投手は BK、スピードを生かしましたマルシーニョ、ここは責任を持って家永が蹴りに行きます、ポスト、よく狙って蹴ったと思うんですけどね、インターセプト立花だ、はい、ハンドじゃないかと PK、折り返し手で処理をしました、手で止めようと思ったわけじゃないと思うんですけど、ちょうどそこに、なんとなく出てしまったんですよ ね、今度はキッカーがレアンドロ・ダミアンに変わりました。
正面追いつきましたフロンターレ1対1。川崎は後半に入ってから、はい、ギアが上がりましたね。いくら、あ、よく狙ってました。タッチを狙っていました、うん、山根が来ます。中で旗手ダミアン・マルシーニョ、早いボール、ドンゴール。今の川崎のゴールはまずやっぱりキーパーに旗手がプレッシャーをかけましたよね、最後のクロスに関してはやっぱり横からのボール難しいですし、すごく速いボールなんで、足を出すより前にボールが到達してしまったと。インターセプトを狙う山根、反転して佐々木が行く、開いて大迫、逆サイドから武藤もゴール前に入ってきます。浮かせてイニエスタだ、チョンソンリョン、ナイスブロック、ディフレクションしたボールよく反応しました、チョンソンリョン。イニエスタのテクニック、はい、素晴らしく、またゴールキーパーの対応も反応も良かったですね。リンコンと大迫が前で待ち構えています。そこをなんとか使いたいが、ボールが中に返って宮城、足元へのパスが通る、ヒールで落としてきました。左足、3対1。しっかりと仕事をしました家永。ボージャンのボールがずれたんですかね、からショートカウンター、さあ戻る神戸の守備者から少し逆方向に運びながら足を出してくるだろうという、間が抜けたのはちょっとわけわからないですけども、パスの右足の外側かもしれないですね、まあ、いずれにせよディフェンスの脇から抜けてくるボールだと思いますので、キーパーからすると見えないと思います。試合終了、フロンターレ逆転勝利。苦しい連戦ではありますが、これでリーグ戦は5連勝になります。